した捕虜移送計画を解析した。クワイエットはソ連軍に拉致され、ラマーハーテ宮殿へ移送されたらしい。クワイエットが捕らわれているラマーハーテ宮殿へ向かってくれ。ソ連軍はクワイエットに多くの仲間を奪われた。報復心も無理はない。だが彼女はなぜおとなしく捕まっているんだ。伝えるべき時が来たようだ。クワイエットの喉には生誕虫がいた。それは英語株だったのだ。バイさんの英語株。スカルフィニスが彼女をベクターとして利用していた。暗殺が失敗した時の切り札として。どうか。やはりか。だがクワイエットは喋らなかった。フェニス生態中が共鳴しない生方で私に教えてくれたのだ。これが皆に知れたら部隊にはいられない。それでも彼女がボルバキアの治療を拒んだのはお前への報復心を捨てきれなかったからだ。ボスへの報復心。ここに留まるがために彼女は誓った、永遠の沈黙を。だがあの突然変異種が彼女の意志を砕いた。生態に虫を宿している限り何が災いをなすかわからないと。だから出ていった。英語株を発症させないために身を隠し自らを犠牲に。どうだかな。むしろ世界中にばらまくつもりかもしれん。いずれにしろ野放しにはできない。生態中はスカルフェイスが残した負の遺産だ。俺たちが封じ込めなければならん。まずターゲットはクワイエットおよび彼女に宿る英語株だ。目的は回収。
内に仕込んでおけ。敵のルートを予測しろ。
すぐに敵が来る。水も太陽もなしだ。枯れるなよ。
ボスはここにいる。エリハム、本当か？誰が話している？助けに来て、お願い。場所を教えてくれ。言っちゃわかるか？ダメ。離れてる。旋回して8時。了解。誘導してくれ。10時の方向。了解。戻して1時。了解。1時。微調整左。そのまま直進。あと 1.5。 そう、もっと右。もう少し。そう、そっち。あと1マイル。風が来る。微調整右。左、少しだけ。そう、方向を保て、速
と 0.5。 ピーカー見えた。機影を確認。エリハム、こちらも見えた。ピーカー早く急いで。君はそんなにおしゃべりとは知らなかった。クワイエット、ボスを助けて。急いでピーコ、お願い。